逃げたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。 2B、 何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん、それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。話すよりも実際の記録を見てもらった方が。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。 9S、 なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え、司令部の許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。ああ、トゥビーか。ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだが、近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たち最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろんヨルハ部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビー、 9S。 司令官、緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。こちら空母ブルーリッチ2。この通信が届くアンドロイド支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。防衛艦は退避し行動不能になった。手持ちの支援機を応戦しているが、もたれている状態だ。繰り返し、こちら空母ブルーリッチ2、付近にいるアンドロイド部隊に支援を求む。さっさと倒してお風呂に入りましょう、トゥビー。アンドロイドの風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥビーは気分ですよ、気分。大型の敵、反応あります。そんな、こんな大きな敵、どこに？見たことない。
EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。オペレーター 21O に ISS 衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。照準を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って具体的な座標をマップデータとして転送します。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。通知、司令部から敵の情報を入手。情報を開封して。巨大機械生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが絶滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。 2B、 ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を撃ち込んでやってください。ここを離脱しましょう。大丈夫ですか、トビーさん。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アンドロイド戦で必要として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。が、結局我々も暴走を止めることができなくて、深海に放棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。トゥビー、ちょっと思いついたことがあります。ここで海水を食い止めておいてください。頼みましたよ。
載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。ミサイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能状態。発射。ヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。